おかわりラーメン丼。やってきたのは山形市七日町のラーメン工房アルマスープ。オープン10年目を迎える人気店です。本日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。なんか、はい、激辛があるって聞いてきたんですけどこちらになります、はい、あ、こちら、なるほど、アルマクリスタル醤油ラーメン。創業以来の看板メニュー、山形アルマクリスタル醤油。鶏と醤油ダレの旨味が広がる一杯を店主の菊池さんは激辛にアレンジ。一応最大は10まであります。あら、はい、6からよろしくお願いします。それでございます。よろしくお願いします。完食しますよベースとなる鶏や香味野菜のスープに自家製辛味噌を溶かしていきますが、これはちなみに唐辛子。唐辛子です。いろんなものブレンドしてる感じですか。いや、うちのちょっと今まで試した中での辛いやつを。わあ、はい、おお、まあまあまあ、おお、これ6辛ですか。はい、ほん6辛ですか。はい、本当ですか。はい、ちょっと待って、聞いてない。はい、結構入ったよ。もう地獄ですよ菊池さんが悪魔に見えてきましたよ麺やトッピングを盛り付けて一杯が完成ということで、まずは味見。なんか飲み物ないんだちょっと結構辛いですね。いよいよ完食を目指して実食。おお、さっきもちょっと見ましたけど相当ドロドロですね。これが先ほど入れた唐辛子の効果でございます。そうです。いただきます。どうぞ。あうまい。ありがとうございます。すごい辛いですよ、しっかりと。でもね、このアルマスープさんの元のラーメンの味わいがしっかりそこを支えてくれてることによって、もう全然美味しく飲める。うわー、麺がもう、あのね、これすごいよ。だってこれ、はい、麺持ち上げました、戻します、はい、スープなーいドロドロだから。うまっ。辛いだけだと逆を言うと罰ゲーム的なっていうか、お金を頂戴してる身としてはやっぱ辛いだけではちょっと収まらないっていうか、やっぱうまみがあるとか、やっぱりこうクリスタルをベースに使ったって意味合いもなくなってしまうので、お前もう食べほら美味しいね。はい、完食です。すごい、しっかりうまみもあって、程よく汗もかけて、終わった後の水もうまい、完璧でした。実はこの一杯はオープン5年目の節目に新たな挑戦を込めて生み出したもの。10年目となる今年、菊池さんはさらなる高みを目指します。15年20年って続けば一番いいなっていうのもありますし、はい、まだまだこううちのお店知らないお客様も多々いらっしゃると思うので、うん、はいはい、今以上に精進して10周年をこう皆さんで祝っていただければ幸いだなと思いながら。激辛好きな方、よかったら来てみてください。自己責任でお願いいたします、はい、ということで本日はごちそうさまでした。ありがとうございます。